どうも、レオザフトボーです。始まりました。えー、リアルタイム分析。さあ、帰ってきたら、オランダが試合やってました。もうちょっと早く帰ってこれたらよかったんですけどね。なんでよろしくお願いします。ハンダイクレベチ。てか、ホーバックやってんだね、オランダ。メンフィストップで。で見たら、ポーランドが先制しててね。ポーランド532ですか。ジェリンスキー、キビオル出てるね。キビオル応援枠だな。オランダは 右肩上がり下辺今の今んところ3バック左からアキ反対がデフライみたいになってるからそういうことだろうねでダンフリー下がってえでもなんかこういうことやるんすねクーマンいいコーチがついてるのかなガクポが大外取っちゃうのどうなんっていうのはあるっちゃあるけどねでもさっきシュート決めてたもんねガクポずっとファジー取ってるんですけどドリブルの仕掛けもめっちゃ調子良さそうです鎌田が左ファジーやるみたいなイメージなんですけどね えぐい競り勝ち方してるでもポーゴランドオランダでもさ監督がさあの悪名高きクーマンだからさ <laughs> そこまで言う人やねうだからもうでポーランドもさ日本だとねあの感じがおなじみじゃん前のワールドカップの時はさそのパネル詐欺がない分さ会にねワイナルドもいたりベグフルスいたりとかするんだねデリフトもいるしレバー控えなんだねレバー控えなのなんでポーランドすごくな、ね、いレバー控えって俺もう代表引退したかと思ったの、ね で怪我なのだ怪我なんだ怪我なのだって <laughs> ねオタク系アニメの主人公、ね、ポーランドちゃんとプレスかけてるなちゃんと前プレイかけて足元つけれないようにしてデヨングいないの影響するよデヨングいたらもうあんま配置いらないみたいな時ありますからねうますぎて開けインナーラップかあめっちゃいいじゃん完璧だうわー決めてくれー! <laughs> ガク」各ポイ今回中入ってたね 完璧だったな T 字人いなかったし。やらかしてたもんなでもちゃんとサイドフロント立ってないのがいいね、オランダ。昨日あんだけサイドフロント立つ試合見せられた後だからワクワクするなもうこれだけで楽しいもんね。しっかりポーランド連動してプレスかけるしさ。こっちはいい試合なんかいっていう。<laughs> こっちはいいんだ。あ、こういう取り方したのね、点。ファンダイクの前で決められたか。プレスかけてそれを。 おー出足よく開け奪っていい得点じゃないですか、うんだこっちはおもろいんかい <laughs> いいプレスのかけ方をしてたね連動してオランダこっちは期待してよかったそうだから終わった後にたまたまだけど X でさあの林亮平さんのさポスト出てきてさ林さんが「スペインクロアチア戦に向けて準備!」みたいな感じですごい量のメモ。 それで俺はもうクロアチアの監督とダリ監督のダリッチとスペインの監督のデラクエンテリーも林さんに謝れって思ったの林さんの努力水縄にすんなって思ったの。っていう話したくてあれリポストだけしたらなんかこう変に捉えられたら嫌だからこう,あもう,こう,いう配信で喋ろうみたいな逆にこの試合解説ついてないんだもんなオランダのチームでも本当にいるべきところいるんですよちゃんとポイント立つしでただ真ん中並ぶだけじゃなくてちゃんと幅取ってる人いるしサイド1対1の時に3バック化してるけど明けが。 ちゃんと外を追い越すみたいなですごい気を利かせてメンフィス降りてこれるじゃん、ね、後ろ辺の幅で回してるしボランチをポイント立ててるから配置自体は空も悪くじゃないんじゃないかと3バックの真ん中反対がほんとずるいよねで右ウイングにチャビシモンズだけどチャビシモンズが中入ってダウンフリーズ上がるってこのチャビシモンズキャラ的に中盤やらしたいじゃんでもトップ下なら私もボランチだとちょっと強度とか守備のね判断とか怖いとかあるから ってなるとウイングやらせつつ攻撃の時にはトップしたって一番いいと思うんですよねこのメイン室降りたらその分前上がる人もいるしな弱点っていうか特性に合わせた戦術って感じかなまあまあ外張ってたら弱点ができるからねそれはまあ間違ってないねポーランドはポーランドでねマイプレしっかりかけるし低い位置ではブロック作ってあの簡単には点入れさせないようなエリア内であの5五3にえっ、ー、とさっきは5 − 4 1かな5三3に組むみたいな感じになってるから 多分2トッップののが戻ってきてきブロック組んんでたんだだねそうだからあのオランダはさ守備時4バックで攻撃時3バックにしてちゃんと迂回するようにしてるからクーマンの,んあの周りのスタッフが変わった可能性だいぶありますけどねオランダは真ん中にロングボール蹴っちゃうんだなさっきも、ね、プレースハマったからっていうだけじゃなくてこれもったいないよねそっかこれちょっと面白いですねガクポが引っ張ってそれで相手の陣形を押し下げてそこにトップから降りてくるっていうでなすごいな クーマンちゃんとやってるななんかメイフィスのゼロトップうまく生かしてんなへえクーマンありがとうございます浅野さんクーマンのアシスタントずっとお兄さんのエルヴィン・クーマンでしたが5月からアヤックスにいたドワイト・ロデベゲ,デベゲスが加わってますだいぶそれ鍵となる情報っすね家族だけでやってたところにガチの人来たんださすがの浅野さんですいいなダン今度はマレン外でダンフリースがペナ幅ぐらい取ってダンフリース頑張ってマレン先輩に気遣ってくれるどっちが年上なんだこれ ダンフリーマレンって絶妙だなどっち年上かあいいよどっちもいけるマレン内側も結構落としていやーポーランド頑張るな見応え一番あるじゃんドイツスコットランドスペインクロアチアの中でオランダとポーランド一番見応えあるわいやポーランドこれで無駄に繋がなかったらめっちゃいいチームだねあダンサーの方が上なんだあいいよいオランダおもろ各ポ見てると明らかにワイドル取る意識感じるから X から入った人すごいな ね、お前はそう左大外から動くなって基本言われてそうだねで引っ張った時だけこのガクポが引っ張ってこうなった時だけここにメーフィス降りてきて受けるみたいなそっからは中入っていいみたいなねさあいいとこ走ってるマネンマネンじゃないワイナルドム来たー <laughs> ワイナルドムのランニングでね斜めにスペース作って素晴らしかったね今いい形だったな素晴らしかったねそう優先順位があるからな いやもう一回見たいゴールだね立てつけてここでなラインデル狭かったしアケがねペナ幅でいい高い位置取ってたからアケがボランチ化してたんですよねいやマジでこれすごいねオランダいやすごいなこういう嬉しい驚きいやこのあとねこの試合で良かったってパターンじゃないといいねピルノの初戦みたいゆうべで終わりかあうんめっちゃナイスゲームだったな なんかね1-0でポーランドリードしてるからぐらいで見始めたけど、ちょっと、うん、謝りたいぐらい、ちょっとあれでしたね、期待値下げちゃってましたね。そう、キーパー良かったし、とシチェスニーも良かったじゃん。で、何よりビルドアップの形がさ、攻撃、綺麗とかじゃないんだよ、機能美があるんだよね。ちゃんと両ウィングにつけれるように、3バックだし、ほになる時にもあの、サイドバックが開きすぎないようになってるし、で、ボランチがちゃんとセンターバックから受け取れるとこいるから、ボランチからも経由できるし。 で、トップの選手がりてきても逆にトップ下が上がっていったりして、あの、後ろ重すぎるとか、前に人いすぎて、後ろからビルドアップできないないし、で、ちゃんとクロス上げ切って、相手、ね、守備固めしていくる時間帯にでかい選手入れてみたいな、決まった形は違ったけどね、で、ポーランドも5、3人でしっかりね、人数かけてエリア内守る時ときと、ね、相手キーパーからのキックのときは前からね、プレスもかけるしだから、普通にい、e、いチーム同士の試合だった。 こここもっとこうした方がいいんじゃないみたいな、ね、細かいところそのファジーの位置高すぎる時あるとかさ後ろからつなぐ意識高すぎて苦し紛れのクリアが中央に行くみたいなそういうところを気にしなかった、まあ、そのぐらいはどのチームでもあるからねそう昨日日代表で戦術できない勢を黙らせるそしてねクーマンでもできたんだからいいコーチいれば森保さんもできるって説になりそうで。 だそのいいコーチを見抜くか連れてきたか誰がやったか分かんないけどねあとは次の試合であれポーランド戦あれ何だったんってならないかどうかだねイングランドは一番ねパネル詐欺の可能性ありますからね高いからねなんだったら朝4時起きてたらみんなと見たいと思うけどそガクポが外かしかなんか本当にね私あの途中交代も最初にサイドマレン入れたけどその後ねフリンポン入れてマレン左にしてみたいな あとはもう、ラインデルストスハウテンの気の利き方がすごいな。てか、ほんとオランダって気の利く中盤多いよね。ユーロ期間中、元バルさんのライツやアーが来ちゃう。誰が言うのなのかわかんないからな。その辺は。実際にね、ねオランダの木崎さんみたいな人がいないとな。 私、レオザフットボールが監督を務めるシュアボ東京では、毎週水曜、金曜、19時間の練習でセレクションを開催しております。場所は都内近郊。シュアボ東京で25万人以上に見られながら、報酬をもらって本気でサッカーしませんか多くの関係者が見るチャンネルですし、シュアボから J リーガー輩出を目指す僕らとしては、ステップアップも大歓迎です。概要欄の URL からのご応募、お待ちしております。